け越しが続いています。反転攻勢の場所にしたい今場所、初日の土俵です。経験まだ浅いですよね。そうですね。ね、こういうところでミスをしているのでもったいないですけどね、うん、これ取り方も決して良くないんですけどね、北斗内がね、はい、さあ軍配返りました。左から来ました。残した隆の勝、北斗内も残す、中に入った、叩き込む北斗内の勝ち。崩したんですね。横残しましたよね。そうそう、これ入ったですね。これ右入って隆の勝かなと思ったところで土俵際の落とし穴、はい、強者頭から錦富士踏み込み引いた、これにはまってしまった北勝富士です。北斗富士さんのかましよし、はい、うん、ね、左をつけて、はい、今度左右もつけるんですよ、はい、右をつけてそこでこう畑行ってますんで、行きました。でも押しながらですから、はい、入らない送り出し、勝ったのは北勝富士、4勝目です。4勝1敗、佐田の海は1勝4敗となりました。一応こっちで一回差し掛かったんですけど、ね、はい、やっぱちょっと引いちゃってる分、自分に呼び込みましたね。なるほど、はい、まあ、それでも北勝富士は今場所右四つになりました。左上手琴恵光、体中に入って送り倒し、北勝富士の勝ち。刺してるんで、はいはい、でやっぱその後振られて押っつけが入りましたよね、うん、もうしっかりと手が入ってきたんで、こうなるとやっぱ厳しいですね、ちっちゃい力士は。はい、下から押し上げていく北勝富士、左が覗いている剣翔です。突き放します、叩いた、落ちますよ北勝富士。今度は北勝富士が引いた、軍配北勝富士、軍配北勝富士引いて、はい、この後引いて、それまた必死、よく残りましたね、剣翔も残りましたね。もう一度手を出していきました北勝富士、押し合いになる、突っ張っていく高安、左を差して出ていきました北勝富士、押し出し、北勝富士の勝ち。ああ、押っつけて引いて、ね、徹底して後ろに下がってないですね、我慢できた北勝富士が最後は懐に入れましたかね。そうですね、中に入り込んで左からはず押し、最初の相撲は手つき不十分ですかね。手を出して勝ちました北勝富士、攻め切りました、勝ち越しが決まりました。勝ち越しと結構嫌でしょうね、右から右手出してこう、ね、はい、距離をね、うん、うまく打って見られている名古屋です。押し相撲の北勝富士、押していくか、いやいや左回った、あと足と崩れました玉鷲、ここで試合です。打
使って左に回ったのが北勝富士。ここで足が、左足ですかね、滑りましたかね。滑りましたね、体勢を整えようと思ったんですけど、左が入った。こうなれば若元春か。目が合いました。持ち相撲になりました。右の上手もがっちり引き付け合い。それでも北勝富士寄り切り若元春です。いいポイントで、そう、ここ額に攻めてきてもすごいですね、はい、なるほど、はい、いい相撲でしたですね。ちゃんと自分の形できてから攻めてきたんだ。豊昇龍北勝富士戦、いや左回った。北勝富士ついていく、ついていく、前に出る、出た、北勝富士勝ちました。ちょっと取り上がったように見えました。立ち合いから肩触りましたか。立ち合いもちょっと逃げてますし、腰が高いで、回しは取れないですね。でこの辺もすぐもうこうやってこういなそうとする、後手後手に回りました、はい、ここからもう真っすぐ出ていけば変わったんでしょうけど、展開が結局まあ消極的だったですね、全部が。どんな心境か。寄り切りを張っていって少しもういきなり叩き、はい、この叩き行った時が、ね、右がすごくで、遠藤もなんとかこらえて、ここで回し取られてたらもう危なかったんですけど、はい、しっかり左からがそうですね、効いてました、はい、取りました。左四つ、左まず下手は取りました。伯桜鵬、北勝富士は回しは取れていません。さあここから伯桜鵬がどう対応していくか。少々慎重になっているのか。内掛けに行きました。今日も左の内掛け、今飛びましたが空振り。北勝富士出る、巻き替えに行く。ここはしのいだ。まだ伯桜鵬も上手は取れていません。上手を探りに行く、取れない。左からすくった、そこを北勝富士出る、突き落とした。残っています。伯桜鵬勝ちました。ここから絶対にこれ得意の、これを右のね、これよくやるんですけど、これで負けることもあるんですけど、これ土俵際で一気に北勝富士が出てきた。手を出してきました。左から押っつけ、北勝富士突き落とし、北勝富士の勝ち。優勝決定戦が、はい、腰が引けてましたか、うん、あと顎上がってるから攻められますよね。ほら入られるの嫌だから足揃ってるんですよ、ほら。あ、はい、もう錦これで差しに行きたい。豊昇龍引いた、奥の木押し出し、豊昇龍初優勝。我慢なんですよね最後は。あそこで北勝富士が引いてしまったのはどうしてですか。これほら引きそうになってるの分かります、はいはい、気持ち引きたいんですけど、回し取ることに変えてるんですよね、あの豊昇龍はね、はい、これね、うん、ちょっとね感覚も難しいですよね。じゃあ引かなかったらどうするのかっていうことになりますけどね、はい、もっと低くとか、まあ、そういう企業にできるましてはもう10番勝ってますから、はい、あとはもう一番一番積み重ねて、はい、優勝にいかに絡むか。貴様からのこの声援、まあ、この北勝富士のね時間前のこのルーティンの